ドジャース大谷翔平投手29の元専属通訳で銀行詐欺容疑で訴追された水原一平容疑者39の高顔無知な行動が米メディアによって明らかになった。写真、一平 T シャツを着た謎のこわもて集団水原容疑者は違法賭博の借金を返済するため大家の口座から堂元側に1600万ドル約24億5000万円。 以上を不正に送金した疑いで米司法省から訴追され、12日、日本時間13日にロサンゼルスの連邦地裁に出廷。保釈金2万5千ドル、約380万円で保釈が認められた。地裁は保釈条件として大谷や賭博の道元との接触禁止、パスポートの提出、ギャンブル依存症の治療を受けることなどを設定した。司法省によると、 水原容疑者の不正送金は2021年11月から24年1月にかけて行われ、掛け金の総額は1億8290万ドル、約278億円。掛け金から価値額を引いた損失は4070万ドル、約62億円に上る。そんな水原容疑者が絶望に叩き落とされた瞬間が発覚。米紙ニューヨークタイムズ、によると、韓国、 ソウルで行われた20日の開幕戦に勝利した試合後、クラブハウスで水原容疑者がチームメイトに、自分はギャンブル依存症だ。ブックメーカーへの借金を昌兵に肩代わりしてもらっていた、などと衝撃の告白を行った。これに英語が堪能でない大家は、水原容疑者の言葉に耳を傾けたものの、完全に理解することができなかったという。それでも大家は疑念を抱き、 数時間後の深夜、ついに水原容疑者をホテルの地下にある会議室に引っ張り込み、二人きりの部屋で事情を問いただすと、大家の銀行口座から莫大な金を盗んだことを白状した。平身平等の水原容疑者だったが、自身の保身のため最後の、悪あがきを決行、を結行違法なブックメーカーへの送金について取材を受けた ESPN の記者やクラブハウスで話した内容に沿うように、 大谷に、翔平が僕の借金を肩代わりしたことにしてもらえないかと懇願したという。しかし、これを大谷はきっぱり拒否、ネズバレロ代理人を会議室に呼び、ロサンゼルスの弁護士、水原容疑者の妻も会議に参加する事態となったという。まもなく、大谷と違法賭博に関する見出しのニュースが世界中に広まったと天末を発信している。 水原容疑者のあまりに苦手な行動がさらに波紋を呼びそうだ。